カロリーナ・ロドリゲス・バリエステロスは、スペイン・レオン出身の新体操選手。アテネオリンピック団体総合、ロンドンオリンピック個人総合、リオデジャネイロオリンピック個人総合とオリンピックの体操競技3大会に出場した。20歳前後がピークとされる新体操競技において、30歳で、迎えたリオゴリンでは、個人総合初の入賞を果たした。2001年の指導、コリーの ロドリゲス7歳の時に新体操を始めた。初めて出会った時から、この競技に恋に落ちたと語っている。1999年のヨーロッパジュニア、新体操選手権では4位となった。2001年には、スペインジュニア新体操選手権で準優勝した。2004年には、ソニア・アーベホン、バルバラ・ゴンサレス、マルタリナレス、イサベル・パガン、ヌリア・ベラスコと共に、 ギリシャのアテネで開催されたアテネオリンピックの団体総合に出場した。なお、アテネオリンピックと北京オリンピックの個人総合には、スペインからアルムデナシドが出場している。2009年の新体操ワールドカップコルベイユエソンヌ大会では、ボールで銅メダルを獲得した。同年には、イタリアのペスカーラで開催された地中海競技大会の個人総合でも、 銅メダルを獲得している。シニアのスペイン新体操選手権では3度個人優勝した。2012年にはイギリスのロンドンで開催されたロンドンオリンピックの個人総合に出場して14位となった。2013年はロドリゲスにとって飛躍を遂げたシーズンとなった。トルコのメルスインで開催された地中海競技大会の個人総合では ギリシャのバルバラ・フィリオーとフランスのクセニア・ムスタファエヴァを抑えて優勝した。2014年の新体操ワールドカップリスボン大会では個人総合で過去最高位の4位となった。3種目すべてで決勝に進出し、クラブでは銅メダルを獲得した。同年の新体操ワールドカップミンスク大会では個人総合で14位となった。 同年のヨーロッパ新体操選手権では個人総合で10位となった。同年の新体操ワールドカップソフィア大会では個人総合で11位となった。トルコイズミルで開催された2014年世界新体操選手権では68.448点で個人総合10位となった。2015年の新体操グランプリシリーズホロン大会では個人総合で13位となり、 ベルリン大会では15位となった。第1回大会である2015年、ヨーロッパ競技大会では、個人総合で13位となった。7月のイズミル国際大会では、ドイツのヤナ・ベレツコ・マーグランダーを抑えて優勝した。8月の新体操ワールドカップ、ソフィア大会では、個人総合で14位となった。9月に、ドイツ・シュトゥットガルトで開催された2015年世界。 新体操選手権では70.248点で個人総合10位となった。2016年3月にスロベニア・リブリャナで開催された MTM トーナメントでは70.750点で個人総合4位となりボールで銀メダルを獲得した。6月にはヨーロッパ新体操選手権に出場し72.049点で9位となった。 7月の新体操ワールドカップベルリン大会では個人総合で8位となり4種目全てで決勝に進出した。ブラジルのリオデジャネイロで開催されたリオデジャネイロオリンピックでは個人総合で7位に入賞した。ありがとうございます。